皆さんこんにちは、ミッドイスト東京店の藤井です。おしみです。で今回はカラーコーディネートですね。カラーコーディネート、それぞれテーマカラーを決めてコーディネート組んでみたので4つご紹介していきたいと思います。はい、では早速いってみましょう。私の1個目のコーディネートは、ポイントカラーにグレーを持ってきました。近くさらのチュールのスカートですね。嬉しいの、可愛いですね。なんか見ても大隅さん狙ってるよ。狙ってます。これあのウエストがゴムになってるので、まあ、かなりあの楽ちんに履いていただけるようなスカートになってます。これで一応サイズ1なんですけど、サイズ1と2の2サイズ展開になってます。で中にペチコートがついてるので、別々にもうあの上のチュールだけをパンツにレイヤードして使ったりするのも可愛いかなと思います。そのボーダーが可愛いよね。可愛いですね。こっからこのフリルから下がハードチュールに切り替わって、上はちょっとソフトなんで履き心地も抜群です。ボリューム感がね、ボリューム感が可愛いですよね。そうなんです。なんで上はちょっとタイトめにしようと思って、このトゥードゥーコトハ横沢のグリーン、イエロー、タイムグリーンのトップスにしました。なんかこんな感じでちょっとハイネックになってて、シアー感もありつつ、インナーがねこんな感じで白のインナーがくっついてるので、このまま楽に着てもらえる感じになってます。なんか夏長袖着る人はこれもいいのかな。めちゃくちゃいいです。夏着る派なんでね。見た目もこう透け感あるんで、そんなに暑くないですし、まあ、ちょうどこれから軽装になっていくと思うので、こういう派手なカラー1枚あるとかなり使えるんじゃないかなと思います。グリーンとグレーで、シューズはちょっとあのシンプルにブラックのビビアードのローファーサンダル合わせました。これもあのストラップになってるので、ソックスとかお好きな色合わせて使ってもらっても可愛いんじゃないかなと思います。その履きやすいですもんね。そうなんですよ。めちゃくちゃ楽ちんでめっちゃ軽いっていう。アクセサリーが見えた中のイヤリングですね。ゴールドのワンポイントに使えるかなと思って足してみました。こんな感じかな。めちゃくちゃ可愛いです。ありがとうございます。ちょっとまあ派手なカラーは取り入れてるけど、全体的にグレーとかブラックとかも入れるってまとめてみました。上品ですよね、派手ですけど。うん、そうだね。なんかあの素材感がちょっとチュールとかシア系いろいろ使ってるので、そんなに重くないし、あのカジュアルすぎる感じにもならないコーディネートにしてみました。素敵です。じゃあ次大隅さんお願いします。はいはい、私のコーデ目はポイントカラーが見ての通り赤ですね。このビスチみたいな感じで使ってるのが、結構スイムウェア、水着なんですね。ボディースーツに重ねてビスチっぽいような感じで使ってるんですけども、このボディースーツは近木さんの映画の新作で肩パッド入ってる、ちょっとボリュー肩にボリュームあるようなアイテムで合わせてみたんですけど、これ全然水着っぽくないですよね。うん、全然水着に見えない。ビスチェにしか見えない。そうですよね。かわいいね。ポイントとして使いやすいなと思って、うんうん、これを持ってきたんですけど、まあ、結構カジュアルめにコーディネートを組んでみました。でこの近木さんのボディースーツがさっき言った通り肩パッド入ってるんですけども、うん、ちょっとチュールがここから見えてるような感じで、透け感も結構あるので、まあ、あの赤ちゃんのガーゼみたいな肌触りなんで、でこの透け感もうあの AW のアイテムではあるんですけど、オンシーズンで使ってもらえるアイテムです。ボディースーツはちょっとアウトで出させてもらった感じで、パンツがインクのワイドパンツですね。外側にこう切り替えるような感じでタックが入ってるアイテムで、これちょっとボリュームあるアイテムと上ちょっとピタッとしたような感じで合わせていて、でシューズがミハラハンクですね。間違いないです。間違いないです。ハンク最近人気ですよね。めちゃくちゃ人気です、うんうん、メンズがまた新作入ってきて、確かにちょっと、ね、それもちょっとビンテージ加工のやつがね、はい、相まってまたミハラがぐんと来てるような感じになってるんですけど、でアクセサリーがベーシックスの新作です。
結構シルバーもここハートになっているんですけど、ポイントでここがゴールドになってて、なんかでもラブリーすぎなくて結構華奢な感じでつけてもらえるシンプルなアクセサリーですね。なんか全体的にビスチェは確かにポイントになってるけど、すごいカジュアルに持っていってるんでレイディーに着れそうな感じです。そうですね。なんか またこれと違った感じするんだったら、なんか黒のなんかタイトなスカートとかと合わせても可愛いんだろうなって思うんですけど、ちょっと夏っぽく明るめにっていうことで私は今回デニムにしてみたんですけど、この子の使い道は結構いろいろあると思います。水着以外にもね。水着以外にもで、一応スイムウェアこれとセットになってるんですね。はいはい。海にも行けますよ。海にもちろん行けますよこれちょっと後ろポイント入ってるようなスイムウェアで、はい、これでセットになってるんですけど、上だけだったら普段も使える。そうですね、普段使いしていただけるアイテムになるので、はい、他もカラー出たブラックもあるのでぜひチェックしてみてください。欲しいアイテムですね。はい、藤井さんのそこで見に行ってみます。はい、行きます。はい、私の2つ目のカラーはブルーですね。アンディアレージの新作でございます。この、まあ、ちょっとワンピースになるんで結構長めの丈感になるんですけど、それにちょっとこうデニムレイヤードして、まあ1枚だけだと結構短かったりするんで、そういうの気になる方もパンツ入れてもらえれば全然着れちゃうかなっていう感じですね。はい、そう、このボールのシリーズなんでこのドレープ感が結構しっかり前にも後ろにも出てて、もう1枚でシルエット勝負で着れるワンピースなんですけど、ちゃんとノースリーブでめちゃめちゃ涼しいんで、私みたいな厚刈りでも着れます。生地もいいですよね。そうですね、ちょっとドライタッチな生地感で、デニムがあの R330 のワイドデニムを合わせて、まあ、ちょっと裾長いで折り返してるんですけど、この感じでも可愛いよね。めちゃくちゃいいです、ね、でもまあ気になる方は全然切ってもらっていいと思うんですけど、でこれにテキコのサボ、あんま見えてないんですけどエディコのサボを合わせました。でもつま先だけでも全然ポイントとして、そう、このねスタッツが効いてるのでつま先だけ見せてもらったりしても可愛いから、あとまあ楽ちんなんでそんなにヒールの高さもないですし、ポイントに豆のクリアバッグですね、合わせてみました。何回見ても可愛い、何回見ても可愛いこれなんか意外とマチもあるんで、容量的には割とまあちょっと出かけるぐらいは全然入るかなっていう感じですね。で一応このショルダーもついてるので、ショルダーバッグとして持ってもらっても可愛いかなって感じです。はい、それに紫外線強い日々が続いておりますので、ブランのサングラスを合わせました。ブランのサングラスも何がいいって、うん、紫外線 99.9% カットですよ間違いない。そこが一番大事なポイントですね。レンズの暗さは関係ありませんむしろちょっと暗めぐらいの方が多分今かけれると思うんで、フレームがちょっとテレビジョンカットという独特のカッティングになってるタイプで、フレームはちょっとグレー、ニュアンスのグレーなんで、まあどんな色の服でも合わせれるかなって思ってこれ合わせてみました。大人っぽいですね。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。大人なんでです。髪色も合ってます。ありがとうございます。全部ブルーでまとめてみました。はい、じゃあ次大隅さんお願いします。はい、はい、私の通行で目ラストがこちらですね。ポイントカラーがエンホルダのスカートのグリーンです。結構ビビッドな色だけど。そうですね、けどこれ1枚でビビッドな感じ全面に出してもらってももちろん可愛いんですけど、はい、今回私はこのアンディアレイジのトレンチですね、ノースリーブのトレンチがシアのアイテムになってるので、はい、こちら重ねてレイヤードして合わせてみました。透け感でこのグリーン見えてるのも可愛いかなと思って、うんうん、中のトップスは各自のインナーのキャミソールで便利なやつね。便利なやつめちゃくちゃ使いやすいので、はい、まあ、こういうカラーアイテムとかをこう取り入れたいなって時には白磁のインナー取り入れてもらうと合わせやすさが増しますね。アイウェアがブランの
使わせてもらってて、このトレンチもベージュ系なんでちょっとブラウンのアイウェアを合わせてみました。なんかレンズの色が薄めでナチュラルですね。そうですね、アイウェアをあんまりつけられない方とかもこういうのだったらすごいトライしやすいかなと思います、ね、こんな感じでちょっと女性らしいフェミニンな感じにちょっとカラー取り入れてみたっていう感じのコーディネートにしてみました。シューズは秋かな、プチですね。結構もうサイズにかけ出てて、お早めに見ていただきたいアイテムになっております。歩きやすいしすごいおすすめ、めっちゃ軽いしね。富士さん買ってますもんね。はい、毎日のように買います。一日中歩いてても疲れないシューズなので、秋子のシューズもぜひチェックしていただきたいところですね、うん、でもいいんじゃないですか、そのなんかグリーンのスカートどうしてもちょっとカジュアルになりそうなところをトレンチでちょっと綺麗めに切れてる感じがバランスいいですね。結構女性らしい感じで今回まとめてみた、うん、なんか派手すぎるの苦手な方でトライしやすいコーディネートかなと思います。ありがとうございます。はい、はい、はい、以上カラーコーディネート4選でした。いかがでしたでしょうか。また、次の動画もアップしていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。では、ありがとうございました。ありがとうございました。